グリースハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 軍に属するし、ダルムシュタットの西に位置する。グリースハイムは、東は、軍独立市のダルムシュタット、西はいずれも、グロースイコールゲーラウ軍に属す、リートシュタット、グロースイコールゲーラウ、ビュッテルボルンと境を接する。グリースハイムの北にある、バイターシュタット、南に位置するプフングシュタットは、 ダルムシュタット D 郡に属す。グリースハイムはもともと中核宿のみで構成されていたが、1977年にそれまでダルムシュタット市に属していた残クとしてファンクが合併した。グリースハイムは1165年6月14日に初めて現在の名前で記録されている。より古い資料にはこの地域の入植地は名前が挙げられておらず、 クロースイコールゲイラウオーリョウをツビフアという名前で表現している。グリースハイムの重要な収入源は昔からブドウ栽培であった。しかし30年戦争でひどい破壊を受け復興されたのは18世紀になってからであった。中世の戦争やペストはグリースハイムの発展を逆戻りさせたのである。それは最終的には グリースハイムをほとんど壊滅状態にしたのであった。1635年、の人口はわずか37人であった。18世紀の終わりから19世紀には、モミの生産と販売が、グリースハイムの重要な産業となった。1874年にこの町は、プロイセンの軍事省と、グリースハイム南西部に砲撃演習場を設ける、契約を結んだ。1908年、 このグリースハイム演習場の北部にアウグスト・オイラーがドイツ発の飛行場を作った。この辺りは1937年にダルムシュタットに編入された。第二次世界大戦でグリースハイムは4回の空爆により60%が破壊され多くの市民が死傷した。戦後、グリースハイムは事実上廃墟であった。町長のダニエル・ミューラーとゲオルク・ボールの指導家、 復興を果たしたのである。復興がなされた後、1965年9月12日に、ヘッセン州政府から都市権が授与された。グリースハイムの市議会は37議席からなる。第二次世界大戦後の主張を列記する。グリースハイムの紋章は、市の印象に由来する。停鉄の下に花とガチョウの足が描かれている。ガチョウの足は、 元々は矢印型のリューン文字ティワスから変形したものである。その上に描かれている花は裁判を示すジェリクツローズであり、グリースハイムが古くから裁判権を有していたことを示唆している。アウグスト・オイラー飛行場のすぐ隣に1945年に廃止されたドイツ核空気研究所がある。ここにはそれ以後使われることのない建物が建っている。グリースハイムでは 年に一度グリースハイム玉ねぎ市が開催される。第一回は、若い住民と年長者が交流し、グリースハイムの伝統を伝えるという目的のもとに1977年に開催されたグリースハイマー防避へという名称の祭りであった。たくさんの露天画でライブが行われて、料理やアトラクションが振る舞われた。 やがてこの祭りは、毎年9月の最終週末、またはその前の週末にグリースハイムのインレシュタット、バーゲンハレとハンスカール広場の間で行われるようになった。連邦道 B26 号線がグリースハイムを貫いて走っている。この道路は、交通技術上この都市の長軸を構成し、ダルムシュタットとの間を結んでいる。 ダルムシュタット行きの狂気の蒸気機関車による支線が1886年8月30日に開通した。1926年からは電化された支電が運行を開始した。現在は支電の第4系統及び第9系統が連邦道 B26 号線沿いにダルムシュタットの因縁シュタットあるいはそれに隣接するダルムシュタット中央駅まで走っている。 グリースハイムとダルムシュタットの試査会に連邦道 B26 号線がアウトバーン A5 号線と A67 号線を連絡するダルムシュタットジャンクションがある。この他にバス路線45系統及び46系統がグリースハイムからリートシュタット、ゲルンスハイム、グロースイコールゲーラウ、トレブーア方面に運行している。コッテラウェアホールデンからグリースハイム経由で ダルムシュタットへ至る鉄道路線が1869年に開通し、1901年には伏線化もされたが、1975年に廃止された。ありがとうございます。